さあ、それでは先行後攻を決めさせていただきます。この伊藤園の大いお茶のペットボトルの先の行方にご注目。お、さあ先行はレッドトッチ。それでは F4 2016ファイナル1回戦セカンドバトル、まずはファーストムーブです。ミュージックスタート。レッドトッチ、まずは入念にウォームアップしてから30秒から1分のワンムーブ。トッチファーストムーブ、軽やかなボールタッチからシッティングスタイルに。流れるようなボールさばきです。おさあ、まだ十分時間はある。こっからリカバーだ。30秒経過。さあ、では続いてはブルーコースケーファーストムーブ。 F4 2015 ファイナルチャンピオンコースケセカンドミュージックチェンジ。レッドトッチセカンドムーブ。さあ巻き返していこう。さあ、30秒経過。ラスト30セカンド。OK! さあ、ではいよいよ。コースケセカンドムーブ。さあ、ラスト20秒切りました。 OK! バトル終了。拍手。両者今タッチで健闘を称えました。いや、二人ともうますぎるな。途中ため息が何度も出ましたが、まあ東海大会のチャンピオンか、昨年度 F4 2015 ファイナルのチャンピオンか、1回戦で当たってはいけない対決だったよね、なんかね。いやー、コウスケ、わさび一人だね、本当。あ、ねえ、トッチーも。さあ、これはジャッジの皆さんも、ちょっとジャッジが難しいかと思いますが、もうお決まりですか。それでは、F4 2016 ファイナル1回戦セカンドバトル、レッド・トッチー、ブルー・コウスケ、ではジャッジ参りましょう。カウントダウン、3、2、1、カモン。ブルー、ブルー、ブルーということで、昨年チャンピオン、コウスケ勝利。すごい。